Fukushima 第一原発は 地震と津波により全電源を喪失しました 原子炉建屋のある海抜 10メートル地点は 全域が水没 非常用ディーゼル発電機も海水をかぶり故障 中央制御室の全ての計器が作動していません 原子炉が今どうなっているのか 確かめる術がありません 冷却装置が動いてるって言ってただろ 弁が開いてる状態か 分からなくなりました 分からなくなったってお前 数時間のうちに格納容器が破損するとのことです チェルノブイリになるぞ 1号機の格納容器内圧が 620kPa を突破 外部への放射性物質などの影響は確認されておりません 福島第一原発は何で詳細教えてこない いい加減中身のない答えはやめてくださいよ いいから止めろ 官邸が軍事に言ってんだよ すぐにドライウェルベントをやれ 放射性物質の拡散量が増えるが もう仕方ないだろ 格納容器が壊れたらまずいだろ 知ってますよそんなこと私たちは何かを間吉田が全電源を喪失している今方法は一つしかありません人間の手で開けてやる必要はあります誰が行くことになるんだ中央制御室の運転員たちです被爆は避けられないでしょう探してくれないならそれはそれでいいんですよ私がそっち探しますから原発の中に入れてくださいよ事態はそんなに悪いのかもうこの福島第一原発はどうなるか分かりません 2011年3月11日その日から始まったあの数日間は